はい、どうもリージョン愛国家こと横川でございます。今日も元気にデッドバイデイライトをやっていこうと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、待ちに待った新キラーの情報が出ました。ドン。ということでね、こちらになります。ザ・プレイグ、いやーかっこいいですね。うん、テストサーバーがめちゃくちゃ待ち遠しいです。はい、でも今回は新キラーには詳しく触れません。また後ほどテストサーバーで新キラーを使ってみたという動画をね、出そうと思うので、そちらを楽しみにしておいてください。はい、ということで、私リージョン愛好家を名乗る者としては、やはりこれを語らずにはいられない。新キラーのパークはリージョンと相性がいいのか、これについてね、少し話をしたいと思います。今からこちらで紹介する内容は、ツイッターで和訳されていた内容を参考にしたものなので、詳しい数値などは分かりません。その点をご理解いただいた上で、これから話す内容を聞いていただけると幸いでございます。はい、それでは早速一つ目のパークを見ていきましょう。ダークディボージョンです。はい、効果は生存者一人にオブセッション付与。オブセッションを攻撃すると、一定時間オブセッションが心音の発生源となり、キラーの心音がゼロになるといった内容でございます。いや、これまた面白いパーク来ましたね。まあ、これは、まあ、詳しい範囲と効果時間とか、まあ、クールダウンとかがね、わからないと、まあ、なんとも、まあ、現状言えないんですけども、まあ、自力解除構成なんかでね、使うと面白いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、でもそのためには、まあ、回復されないようにしないとダメなんで、まあ、ズサンとかタナトみたいなのを組み合わせていけないかなというふうに思います。あとはですね、まあ、気になるところがありまして、狂乱中ですね。狂乱中の心音もゼロになるんやったら、フランクつけて走り回るっていうのもね、面白そうですよね。フランクとサチキつけたリージョンがね、心音ゼロで追いかけてきたらどうですか。やばくないですか。いや、もうこれたまったもんじゃないですよね。うん、やっぱりね、フランクゴリ押し構成っていうのはね、どのパークを使ってもね、相性がいいと思います。はい、これはね、ぜひ使ってみたいパークの一つですね。はい、それでは二つ目いきましょう。インフェクシャスフライトですね。はい、効果は生存者をダウンさせると、脅威範囲内にいる他の生存者の位置を通知といった内容です。うん、これはね、単純明快索敵パークですね。画像をね、見ていただいたら分かるように、ダウンを取ると発狂していますよね。そしてこのように通知がいくというわけです。まあ、バベチリの逆バージョンみたいな感じで、自分の近くにいる生存者の位置を把握できる優秀なパークやと思います。はい、まあこれに関してはね、リージョンに特に相性がいいとか、そういうのではないのかなーっていう印象です。まあ、このパークはキラーに対して云々よりも、他のパークと組み合わせることで、まあ、化けそうなパーク、しっかりとしたコンセプトで立ち回るときに強いパークなんじゃないかなって思います。まあ、いやらしい話、キャンプとか場所を絞って索敵するなら強そうですよね。ただまああれですね、やっぱり BP 難民横顔としては、このパークを使うならバベチリかなっていうふうに思います。はい、最後3つ目のパークですね。コラクトインターベンション、難しい名前だな。はい、で効果はゲーム開始時、キラーから最も遠い発電機を3台封印する。封印された発電機は修理することができない。といった内容でございます。これはね、一番楽しみですね。もうね、僕の声をね、この喋り方とか聞いていただいたら、もう多分興奮が伝わってると思うんですけど、ついに来ました。遅延パーク。破滅の位置がね、固定化されてるこのご時世、まあ、開幕早々、爆発音と共に消える右下の破滅のランプ。ああ、もうこれあかんわーって。そんな経験されてる方、たくさんいると思います。もちろん僕も、そのうちの一人です。いやー、でもね、救いの神が舞い降りましたよと。ただね、気になるところがありまして、どれくらいの時間、または、どのような条件で封印が解かれるのか、そもそも、封印を解くのには条件があるのか、それとも一定時間で解放されるのか。まあ、それすらわからない状況ですね。でもまあ、これはね、我々キラー大好き人間としては、破滅が早期退社するこの劣悪な環境の中に見えた、一筋の希望の光なんじゃないかなって思います。
はい、という感じでざっと見ていったわけなんですが、率直な感想を言います。どれも優秀なパークが来たなって印象です。まあそしてね、今回運営さんすごいなって思ったのが、この3つのパークって互いにシナジーがあると思いません？この3つつけてるだけでもね、十分戦えるなって思いました。コラプトインターベンションで狭い空間で戦うことを強要し、ダークデボージョン、インフェクシャスフライトを使って近い距離での戦闘を有利に行う、まあ、といった感じで3つのパークの全てがいいシナジーを生んでるなという印象でした。はい、ということでかなりざっくりした考察動画になったんですが、最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。グッバイ、 See you later.